ここで阿部さんとしばらくお話をしたいと思いますけれども、まずは、懸案の日米首脳会談が終わりました。ちょっと落ち着いたところでしょうかね。どうですか。あ、そうですね、まあ、普通首脳会談というとあらかじめストーリーも結末も決まってるんですが、はい、まあ、この首脳会談自体でいろんなことを議論して決めていくという、はい、まあ、首脳会談です。まさにアジア太平洋地域の平和と繁栄を確保する上で、はい、日米の同盟が主導的な役割を果たしていく、はい、このことを世界に示すことができたんではないかなと思いますね。はい、いろいろ言われますけど、オバマさんというのはどんな人なんですか。オバマ大統領はですね、まあ、非常にこのビジネスを、サクサクとこう進めていくタイプの人なんですね。はい、まあ、ですからしばらく、雑談をしたり、よもやま話をして本題に入るというのは、まあ、とにかく時間を大切に、一回で本題に入ってと。なるほど。そういう意味では、今回日米、間で話すべき課題が多かったですね。はいはい、アジア太平洋地域のこと、はい、北朝鮮のこと、あるいは中国のこと、はい、ウクライナのこと、はい、TPP も含めてね、うん、ですからそういう意味では非常に今回仕事をたっぷり仕事ができたなと思います。同時にじゃあ日米の、そしてオバマさんと安倍さんの信頼関係もがっちりというふうに見ていいですか。信頼関係の上にですね、はい、両国の関係はさまざまな課題がありますが、解決をしていくことができると思います。はいはい、そういう意味におきましては、信頼関係、信頼というのは応えていくことが必要ですから、はい、我々もできることはやっています。はい、で今回も米国も私たちの要望に応えてですね、はい、ウクライナもそうですが、アジアにおいても力を背景とした現状変更、それは許さない、反対する、はい、ということが明確になりましたし、はい、尖閣も含めて安全保障条約の第5条、この政権下にあるところは対象になりますよということが明確になりましたし、はい、集団的自衛権の検討についてもきっちりと歓迎と支持の表明があった。はい、オバマ大統領も答えてくれたと思います。はい、そして、今日はもちろんニコニコ超会議に来てくださるという